ジョーカー。ジョーカー、ザ・ジョーカーは D.C. コミックスの出版するアメリカンコミックバットマンに登場する架空のスーパーヴィラン。ビルフィンガー、ボブ・ケイン、ジェリー・ロビンソンによって創造され、1940年4月のバットマン1で初登場した。ビルフィンガー、ボブ・ケイン、ジェリー・ロビンソンによって創造され、バットマン1。 1940年4月25日で初登場した。初登場時に1話限りで死ぬ予定だったが、編集上の介入によって免れた。ジョーカーは犯罪の首謀者として描かれ、歪んだユーモアを持つサイコパスとして登場した。コミックス倫理規定委員会による規制に対応して1950年代は、いたずらをする間抜けなキャラクターになり、1970年代に、 暗いキャラクターに戻った。バットマンの最大の敵として名高いジョーカーは、クラウン・プリンス・オブ・クライム、犯罪界の同化王子、ザ・ジェスター・オブ・ジェノサイド、虐殺する、宮廷同化師、ザ・ハーレクイン・オブ・ヘイト、像をするハーレクイン、エース・オブ・スプズ、スペードのエースなど様々なニックネームで呼ばれる。DC ・ユニバースの進化の間に、ジョーカーの解釈及びバージョンは、次の二つの形式をとっている。 オリジナルの知性と歪んだユーモアを持つサディスティックなサイコパスト1940年代から1960年代にかけて人気があった1960年代のテレビシリーズのような無害ないたずら泥棒である。服装はロングデール、パッド入りショルダージャケット、ネクタイ、紫のスーツ、手袋、時々つばの広い帽子、尖ったつま先の靴。 ストライプのパンツやスパッツである。数十年の間に様々なオリジンストーリーが生まれた。基本的なオリジンでは工場の化学薬品の溶液に落ちて真っ白な皮膚、緑の髪の毛、裂けて常に笑みをたたえた口に変化した。また、ジョーカーは超人的な能力を持っていない。髪ソりのついたトランプ、小気ガス、酸を噴霧する花などの有毒物質の調合。 兵器を開発する、科学工学の専門知識を駆使する。ジョーカーの性格や外観は、バットマンのアンチテーゼとして完璧な敵であると、批評家によって考えられている。大衆文化の中で、最も象徴的なキャラクターの一つとして、ジョーカーはこれまでに創造された、最も偉大なコミックのビーランと架空の人物の中に挙げられている。 キャラクターの人気から彼の衣類やコレクターアイテムとして多様な商品が存在する。ビクトル・ユーゴ原作の映画、笑う男、1928年の俳優、コンラート・ファイトのスチール写真はジョーカーを想像するきっかけになった。その制作者たちは、実際は誰がジョーカーを思いついたのかについて長い論争を続けた。フィンガーは、笑う。 男のコンラートファイトからインスピレーションを受けてジョーカーのビジュアルを決めた。ロビンソンはジョーカートランプのスケッチを作成した。1939年にケインは17歳のロビンソンをアシスタントとして雇った。ロビンソンはレタラーや背景のインカーとして仕事を始め、すぐにバットマンのコミックシリーズのメインアーティストになった。1975年の ザ・アメイジング・ワールド・オブ・リーシー・コミックスのインタビューで、ロビンソンは次のように述べている。私は、バットマンをテストすることができる思考の悪役を望んで、いたが、典型的な犯罪組織のボスやギャングなど、容易に現れるようなキャラクターしか想像されていなかった。そこで、悪魔のように邪悪で、道化師のような悪役を想像し、シャーロック・ホームズとモリアーティ教授との関係に似ている。 バットマンの戦いの継続的な供給源として永続的なキャラクターを望んだ。ロビンソンはコロンビア大学の研究でいくつかのキャラクターのユーモアがジョーカーの感覚につながり、ジョーカーの名前は彼が頻繁に手で持っていたトランプのカードを引いてまたま最初に来たカードから取ったと述べた。彼はジョーカーのトランプカードのデザインのスケッチを提供し、フィンガーと電話で ジョーカーのコンセプトについて語った。フィンガーは笑うファイトの画像を提供したが、ロビンソンは不完全だと思った。ロビンソンはバットマン一のために余分な話が必要とされた、時にバットマンの宿敵としてキャラクーを創造したと言い,い、大学のコースのため物語の報酬を受け取ったと主張した。ロビンソンは彼らにジョーカーのスケッチを示し、その最初の会議ではビルはそれを見て、 笑う男のコンラートファイトを思い出した。本当に共同開発者であったボブと私でビジュアルを決めました、と述べた。しかし、ケインはフィンガーが笑う男のイメージを示してジョーカーのデザインとして使用したことを語った。後に、ロビンソンは自分がスケッチを作成したと反論した。フィンガーは彼はジョーカーの頭に似ていたコニーアイランドでの障害物。 競争公演内のイラストに触発されたた。と述べた1994年に、ジャーナリストのフランク・ラブチーとのインタビューで、ケインは、ロビンソンの立場を次のように述べている。ビル・フィンガーと私でジョーカーを想像しました。ビルは、作家でした。ジェリー・ロビンソンは、ジョーカーのトランプカードを持って、私のところに来ました。それが、私の知っているすべてです。あなたが知っている通り、 ビクトル・ユーゴーの笑う男の俳優、コンラート・ファイトはジョーカーのように見えます。ビルフィンガーはコンラート・ファイトの写真を持っていたし、私にそれを示し示して、これがジョーカーだと述べました。ジェリー・ロビンソンはそれとは全く関係ありませんでしたが、彼は死ぬまでそれを想像したというでしょう。彼はトランプのカードとして使用するためにジョーカートランプを我々にもたらした。 ジョーカーを創造した権利が争われており、フィンガーの貢献を認めながら、ケインとロビンソンは、ジョーカーの権利を主張した。ケインは、多くのキャラクターの権利を共有することを拒否した。ケインは死ぬまでロビンソンの主張を否定した。2011年に、フィンガー、ケイン、ロビンソンは、未解決の問題を残して死亡した。ジョーカーは1940年に初登場して以来、 多くの改定を受けている。キャラクターの最も一般的な解釈は、彼がレッドフードを装っていて、バットマンと刑事に追われていることである。ジョーカーは、化学物質のタンクに落ち、緑の髪、赤い唇、白い皮膚に変わる。ジョーカーがレッドフードを装った理由は、時間の経過とともに変化している。1940年のバットマン1では、ジョーカーは、 市長のヘンリー・クラリッチ含む、ゴスタムの著名な市民の3人を殺すことを発表する。警察は、クラリッチを保護しようとするが、ジョーカーは、発表を行う前にクラリッチを毒殺していた。バットマンはジョーカーを倒して、刑務所に送り、ジョーカーは気まぐれで残忍な犯罪を犯したことを告げた。1951年のディテクティブコミックス168では、 ジョーカーのオリジンを初めて紹介した。彼は外観が変化して姿が似ているトランプの図からジョーカーの名称を採用した。1952年にザ・ジョーカー、エス・ミリオンズが発表された。この物語では、ゴッサムの市民はジョーカーが貧乏であることを自覚することを恐れ、億万長者や有名人は彼の錯覚を維持するのに取り憑かれおり、彼は騙され続けて、 貧乏のままだった。1970年代にサイコパスなどのキャラクターが再定義された。ザ・ラフィング・フィッシュでは化学物質で官僚を殺し、ゴッサムの魚に彼の顔を追加する。1988年のバットマン・ザ・キリング・ジョークでは、ジョーカーの1951年の物語を再構築した。彼は売れないコメディアンであり、 妊娠中の妻を支えるためにレッドフードとして強盗を行った。バットマンに追い詰められて化学薬品のタンクに飛び込み、白い肌、赤い唇、緑の髪、裂けて常に笑みを称えた口に変化する。妻と胎児の不慮の死と外見の変化から正気を失い、彼はジョーカーに変貌する。ジョーカーはどんな人間でも正気を失うことを証明するためにジェームズ・ゴードンを拷問する。 そして、彼の娘であるバーバラ・ゴードンを銃で打ち半身麻痺を引き起こす。バットマンがゴードンを救助して、ジョーカーを倒した後、バットマンは、ジョーカーとの敵対関係を終わらせリハビリを提案する。ジョーカーは拒否したが、彼は、バットマンと冗談を共有することによって、感謝の意を示した。1988年のエーデス・イン・ザ・ファミリーでは、ジョーカーはバールで、 ジェイソン・トッドを打ちのめし、爆発で殺した。トッドの死は、バットマンに初めてジョーカーを殺すことを考えさせる。1999年のノーマンズ・ラントでは、ジョーカーの恋人ハーレー・クイーンを初めて導入した。2005年のアンダー・ザ・フットでは、復活したジェイソン・トッドはジョーカーを殺すことで死のあだを撃つことを、バットマンに強制する。バットマンは、 彼がジョーカーを殺すことを自分に許可している場合、他の犯罪者を殺すことを止めることができなくなると主張して拒否する。2011年のニュー52では、ジョーカーは顔の皮を剥いでいる。デス・オブ・ザ・ファミリーでバットマン・ファミリーに対して攻撃を行い、ジョーカーは崖から暗い深淵に落ちた。ジョーカーのオリジンで決定的なものは確立されていない。 ジョーカーのオリジンについての話は、ディテクティブコミックス168、1951年2月に、キャラクターが初登場してから約10年後に出した。ここでは、彼の雇用主の指示で100万ドルを盗んだ、レッドフード、赤い仮面にタキシードマスクをかぶった犯罪者だった。彼は、バットマンから逃げる途中に、化学薬品の溶液に落ち、白い肌、赤い唇、緑の髪、 避けて、常に笑みを叩たいた,た口となった。この物語は、ほとんどの場合に引用される基礎となった。バットマン、ザ・キリング・ジョークでは、妊娠した妻を抱える、売れないコメディアンだった。生活費を稼ぐために、かつて自分が勤めていた、化学薬品工場へのギャングの強盗に参加する。レッドフードとして道案内を務めさせられるが、警察に張り込まれていたため強盗は失敗する。 バットマンに追い詰められ、逃げるために、化学薬品の溶液の中に飛び込んだ。妻と胎児の不慮の死と、真っ白な皮膚、緑の髪の毛、裂けて、常に笑みを叩いた口に変化したことから正気を、失いジョーカーとなる。ジョーカーは、正気を保つバットマンやゴードン死刑本部長に対して、嫉妬あるいは戦望の念を抱いている。このオリジンは、多くの物語で引用された。バットマン。 ザ・マン・フー・ラフズでは、バットマンは、レッド・フードが落下を生き残って、ジョーカーになったと推論する。バットマン450で、デス・オブ・ザ・ファミリーのイベントの後、ジョーカーは、回復を助けるためにレッド・フードになるが、経験から外傷を受けるとわかる。他の物語ではこのオリジンを拡大した、バットマン、ゴッサム・ナイツの、プッシュバックでは、ジョーカーの妻は、ギャングのために働いており、 腐敗した警官によって殺害されたことを説明した。しかし、ジョーカーの信頼性の低い設定はライターがキャラクターのオリジンを自由に開発できることにつながった。ポールディニとアレックス・ロスの描いたケーススタディでは幼少期から犯罪のスリルを継続するレッドフードのアイデンティティを持つサディスティックなギャングとしてジョーカーを説明する。彼は自分の姿を変えることになる。 バットマンと運命的に出会う。ジョーカーは正気で死刑を回避するために狂気を装うことが示唆されている。バットマンコンフィデンシャル7から12、ラバー・アッツ・マット・メンでは自分の仕事に退屈している天才的な犯罪者だった。ジャックは犯罪を全て成功させ生きがいを失っていた。ジャックはバットマンに自身の計画を阻止されて夢中になる。 彼の注意を引きつけるために、ブルース・ウェイン、バットマンの恋人ローナショアを人質にって重傷を負わせる。激怒したバットマンからバットラングで顔に笑いのような傷をつけられる。ジャックはバットマンの雇ったギャングに拉致されて、化学工場で暴行を受ける。揉み合っているうちに、ギャングの放った銃弾が化学薬品のタンクに命中して、化学物質の洪水。 抗精神病薬に使用されるお詫び、ジョーカーに変貌する。ザ・ブレイブ・アンド・ザ・ボールド31で、スーパーヒーローのアトムは、生きている自分の両親を焼くジョーカーを見ている。ゼロイヤーでは、レッドフードが襲ったギャングを操ってい犯罪の首謀者であったことを示唆している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。